それが俺の生き方だ。幾多の主君に仕え、幾多の戦いを経て、幾多の別れを繰り返す。苦しみ、悩み、傷ついてたどり着いた境地とは、東道高虎の忠説がここにある。忠説の書。織田の勢い衰えないな。だが戦うしかない。東道高虎、大谷義次、姉川の活躍を称え感情を取らす。俺たちのような下級の武士の名前まで覚えてくださっていたとは。しかも感情まで。ありがとうございます。お兄様、いえ、信長はおそらくこの小谷城まで迫ってくるでしょう。その時にはまた私たちを助けてくださいますか。ああ、長政様、お市様、このご恩死しても果たします。忠義とは生きて果たすものだ。はっ。近江の浅井長政と尾張の織田信長は同盟関係にあった。長政が信長の妹市を妻とし、その絆は強固に思われた。だが信長が長政の盟友朝倉を攻めると関係は一変、両者は激しく火花を散らすこととなる。長政は姉川の戦いで辛くも信長を退けるが、次第に織田軍に圧倒され追い詰められた。ついには浅井の居城小谷城が織田軍に包囲される。だが長政もお市も取り乱すことはなかった。彼らを慕う若き将東道高虎、大谷義次らと共に決死の脱出を試みた。忠説の書、小谷城の戦い。己の道を行くだけだ。いらっしゃいませ。珍しい、毎度あり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 がとうございます。行こうか、トモリ。ダグヤの将来侵入を許したか。
長政様、勝負はまだこれからです。そうだ、城内の味方を助けつつ織田軍を駆逐しよう。それがしも同行するぞ。皆決して希望を捨てるな。最後まで生きてこの戦を乗り切るのだ。あの勢い凄まじく、助太刀を。大事なか一人たりとも失えぬ。高虎、義経、行くぞ。もっと手柄を上げる、上を狙う。また一つ。流れに乗ったまでの。高殿の中心がそれがしの勇気となる。よし、この調子で他の味方も助けよう。長政様のところに行かせ。それがしを守ってくれるのか。気持ちは嬉しい。無理はせぬようにな。見事ですね。救援感謝いたします。長政様は俺のような下級武士の名前を覚えてくださり、褒めてもくださった。そのご恩、この危機にこそ返す。胸にしまった感情に誓って。もう行くぞ。任せておけ。おっぱの出る幕ではないわ。関係ない。俺は長政様を守るためあんたを撃つ。そいつはワッパの出る幕ではないわ。ワッパの親の危機には必死になる。俺たちは長政様をこのような。流れに乗ったまでの。叶う相手ではなかったか。急げ。槍の股だ。まかり通るぜ。やるな、義経。俺も負けておれん。俺が死んだら墓で食べる。縁起でもない。だがそれだけ必死ということだ。ああ、俺らしくないか。いや、いいと思う。その調子で頼むか。流れに乗ったまでの。長政様、狼藉者は排除しました。ありがとう。それがしは本当に良き家臣に恵まれた。
て暗いのよ。火をつけて明るくしてあげましょ。敵の混乱に乗じて長政を撃ちます。みんな気をつけよ。火のそばで戦えば体力を消耗しよう。浅井三将が一人解放綱近の死に様を見よや。父の敵に人たちも浴びせられないなんて。わしはこの小谷を枕に討ち死にする覚悟じゃ。この窮地を出し這い上がってやる。私は一夜長政と話したいが邪魔しないでくれる。今はお二人の大切な時、誰にも邪魔はさせない。知力を尽くす。やるな義継。俺も負けておれん。釣れないわね、長政。挨拶もなしに怒らせるなんて。火の勢いは増すばかりだ。そなたたちだけでも城外に逃げて。長政様、嫌です。一緒に脱出して再起を図りましょう。一緒にこの窮地を乗り越えよう。城外に抜けられる道はこっちだった。みんな共に行くぞ。総理将軍変更。ごめんね長政さん、逃がすことはできないんだ。知力を尽くす。敵に気づかれたか。すまん、まだ死ぬな。ということは敵将討ち取ったり。かたじけない。このまま座を追い返しましょうぞ。長政様こそ真の主だ。義継、絶対に守り抜こう。厳しいものだが死力を尽くす。任せておけ。侵入成功だね。あいつ様はかわいそうだけど、生徒は死生の道、存亡の道、考えてきてる？敵将、撃ち取った。敵を果たす。回ってくれるか。悪い子にはたっぷりお給すれちゃうよ。敵には回ってくれるのだ。幸せ壊すなんて無理だよ。
者に使ってあげて。ありがとう、うん、長政様、騎士の手当てを。敵には回ってくれるなよ、タカト。ほう、また一つ。ありがとう。さあ、こっちだ。長政殿、まだ間に合います。ここなら先は私から除名嘆願を。治療を尽くす。背いたくないが後戻りはできぬ。来い光秀殿、遠慮は無用だ。まだここで果てるわけにはいかん。任せておけ。城内にはまだそれがしのために戦う人。それがしは彼らを引き連れてくる。先にこの地下道に入り道を開いてくる。大丈夫だ、後から必ず合流する。長政様、決してご無理はされぬよう。ただただ位置を頼む。敵将討ち取ったり。敵もっと手柄を上げ、目を狙う。俺が千人斬りだ。こうまた一つ。もっと手柄を上げる。目を狙う。救援攻撃。六道の敵が見えた。我が軍に挑め。皆が認めよう、俺こそ天下の武将だ。敵将討ち取った。いざ戦わん。もっと手柄を上げる。俺を狙う。もうまた一つ。もっと手柄を上げる。俺を狙う。救援攻撃。これで終わりだ。六道の辻が見えてきたか。敵将討ち取った。手柄を上げる。目を狙う。よしすぐ。
俺も負けておれん。バカな。任せておけ。遅れを取るだと。責務を果たす。今ならまだ。もう決めたのだ。頼んます。おいつ様のためにも。背き切れぬか、長政。長政様、長政様。せめて長政様の意志を守らなければ。お市様、私たちと共に脱出を。このまま果てるか。墓なら作ってやるぞ。流れに逆らうのも悪くない。殿にそう教えてもらった。俺も果てない。生き延びることこそ忠義。俺はそう教えてもらった。お市様を頼む。俺は織田にはくだらない。それぞれ追いかけるとしよう。夢の続きを。